最初にアイロンで巻きます。トップの方を中心に巻いていきます。髪は少し横に流れるように巻いていきます。次にワックスを揉み込んでいきます。10円玉くらいの量を揉み込みます。使うのはハードブロスといってツヤ感の出るタイプで、しっかりスタイリング力のあるものを使います。サイドはタイトめに仕上げたいので、同じワックスでしっかりなでつけて後ろにします。ニッピンでバランスを見て止めていきます。トップにボリュームが出るようにドミカンをイメージして作っていきます。タイトに仕上げているのでフラットな飾りをつけていきます。で完成です。